ドッスン。マスクザフリーモン TV。 はい、こんにちは、マロです。まあ、最近ですね、 iPad Pro がアップデートされたりだとか、この iPad Pro 用のね、マジックキーボードが発売されたりと、まあ、プロモデルにね関する話題が続いておりますけども、今年の iPad はそれだけではございません。今年の後半はですね、廉価版製品も魅力的なアップデートが行われるみたいです。その一つがこれ。はい、こちら昨年ねリニューアルされた iPad Air なんですけども、今年の下半期なんとこの iPad Air が11インチになって帰ってくるかもしれません。これは喜ぶ人多いんじゃないかな。この情報はですね、台湾メディアの交渉時報が報じてまして、 Mac お宝鑑定団も記事が取り上げられております。こちら iPad Air は昨年3月にまあアップデートされまして、ディスプレイが 10.5 インチと iPad Pro 10.5 インチと同じ、そしてスマートコネクター対応で Apple Pencil にも対応して、まあ、ほぼ iPad Pro とできることが変わらなくなりました。そしてこの iPad Air が11インチになるということはですね、まあ、現行の iPad Pro みたいにフルディスプレイで Face ID 対応になるかもしれないということですね。 Pro 以外では初のフルディスプレイ iPad となります。現行の iPad Air はですね、アクセサリーなんかも iPad Pro 10.5 インチとまあ互換性がありまして、ですから本体は iPad Pro 10.5 インチをまあベースに作られていると思うんですけども、まあ、これが11インチになるということは、まあ、当然ですね、こちら2018年モデルの iPad Pro の本体がベースになると思われます。まあ、ちょっと年月が経ったフラグシップモデルをまあ廉価版に流用するっていうことは全然おかしいことではありませんよね。コストを抑えるために必要な手段でもあります。ではこの11インチの iPad Air どのようなモデルになるかと言いますと、おそらくは2018年モデルの iPad Pro をベースにしたモデルですから、デュアルレンズカメラじゃなくてこちらのシングルレンズカメラになると思われます。そしてスピーカーはですね、 iPad Pro には合計4機のスピーカーが搭載されてるんですけども、おそらく Air ということで、まあ、そこは差別化がなされるということで、スピーカーは2機のステレオスピーカーになると思われます。そして搭載されるチップなんですけども、まあ、おそらく A13 バイオニックチップが搭載されるだろうと、まあ、現行モデルが A12 バイオニックチップが搭載されてますので、まあ、若干のスペックアップが見込まれて、まあ、13チップ、まあ、今年発売予定のね iPhone12 に搭載される A14 バイオニックチップだとか、まあ、プロと同等のスペックになる A12X だとか A12Z っていうのは搭載されないと思います。まあ、ここも当然しっかり差別化はされますよね。そして11インチサイズでですね、あの2018年の iPad Pro の本体がベースになるということはあれですよ、これこれほら、第2世代の Apple Pencil が使えるということですね。これだけでもめちゃくちゃ価値ありますよ ね。これじゃなくなるんですよ、これこれほら、このケツにバラ刺したようなねスタイル、これからおさらばできるわけですよ。奥さん、この第2世代のペンシルが使えるっていうのはかなり大きいと思うんですよね。中にはこのスタイルで使いたいからプロを選ぶっていう方もいらっしゃると思いますし、この第2世代のペンシルもね、登場しても1年半以上経つわけですから、まあ、いつまでもねプロでしか使えないっていうのは非常にもったいないですよと、まあ、とうとうこの第2世代のペンシルが他の iPad でも使えるっていうのは、これは嬉しいポイントですね。ただですね、プロと差別化されるためにリフレッシュレートは 120Hz には対応しないと思います。ここも iPad Pro のでかいところで、リフレッシュレートが高いからペンシルの追従性がいいとなんですけども、おそらくこの11インチの Air はですね 60Hz のリフレッシュレートのままなので、まあ、書き味は現行の iPad Air と変わらないというわけですね。まあ、ここもですね iPad Pro としっかり差別化が図られると思います。 Air が 120Hz に対応したら、僕としてはプロを選ぶ理由が結構なくなっちゃいますからね。やっぱりこのプロモーションテクノロジーのまあ書き味っていうので、プロを選んでる部分が僕は個人的にめちゃくちゃでかいので、まあ、iPad Air とか Mini はですね、あの iPad Pro が登場してからリニューアルされることっていうのがほんと少なくて、中にはこのまま消えてしまうんじゃないかなっていう意見もたくさんあったんですよ。ですが昨年ね、突如アップデートされてほんと話題になりましたよね。そして今年もアップデートされるっていう情報が出てきたのは、これは非常に喜ばしいことだなと思います。まあ、今後もですね、iPad Air だとか iPad Mini のアップデートっていうのが期待できると思います。そして、同時にですね、この交渉時報は今年の後半に iMac 23インチの登場も報じております。現在はですね、僕も使ってるこの iMac 27インチと 21.5 インチの、まあ、2つのモデルのラインナップがあるんですが、この 21.5 インチと入れ替わって23インチがラインナップに加わると言われてます。これは結構いいんじゃないかな。ほら、今映像クリエイターの方だとか、そのフリーランスで、まあ、パソコンだとかネットで、収入稼ぐ人増えてるじゃないですか。そして仕事でねパソコン使うってなったら、
表示領域って作業効率に直結してきますから、まあ、比較的手を出しやすい 21.5 インチの価格で23インチになるっていうのは、これはかなり嬉しいポイントじゃないですかね。なんだかんだね、 iMac って27インチモデルを選ぶ方が非常に多いと思うんですよ。 YouTuber のレビューなんか見ててもほとんど27インチですよね。僕の周りでもやっぱり27インチを選んでる方が多くて、まあ、僕の周りだけかもしれないですけど、 21.5 インチを選ぶ人って結構レアなんですよね。僕も購入するときは 21.5 インチは選択肢にありませんでした。まあ、21.5 インチと27インチって当然スペックが違いますから、どうせ動画編集みたいな重たい作業をするんだったら27インチでしょって感じでね、選ぶ方多いと思うんですけども、 21.5 インチっていうディスプレイサイズが結構中途半端なんですよね。僕も会社でデスクに21インチぐらいのモニターがあって、まあ、それでね事務作業とかやってたんですけども、その 21.5 インチを使ってて、ああ画面がでかいから作業しやすいなって感じたことがほとんどないんですよね。まあ、ちょっと大型のね Excel のシートとかを広げますと、まあ、作業がしやすいっていうよりは、ああもうちょっとディスプレイ大きかった方が作業しやすかったのになって思う機会の方が結構多かったですよね。ですからまあ仕事で21インチぐらいを使ってると、まあそういったねちょっと不満が出てくると言いますか、それがやっぱり 21.5 インチとはいえ iMac って高いじゃないですか。どうせ高いお金を払うんだったら、そういったところで後悔したくないし、まあ不満になってね、あとあと27インチに買い替えるだとか、大型のディスプレイを別途購入するとかなったら余計にお金かかるじゃないですか。そして今なんかね、あの MacBook Pro も16インチサイズに表示領域がアップされましたから、まあ比較するとインパクトっていうのは非常に少ないですよね。で、iMac 27インチ買った時、思ったよりでけえなと思ったんですけど、今はですね、この27インチサイズにも、いやいや大型パソコンじゃないでしょっていう意見が非常に多いんですよ。大型って言ったら30インチからでしょみたいなね。まあそう言われたら21インチってめちゃくちゃちっちゃいわけじゃないですか。まあそんな時代の流れを考えても 21.5 インチがまあ23インチにサイズアップするっていうのは、まあまあ妥当なところなんじゃないかなと思います。そしてこの23インチ嬉しいところがですね、あの本体サイズがアップするんじゃなくて、このベゼルが薄くなって表示領域を拡大させるみたいなんですよね。だから本体サイズあんまり変わらないみたいなんですよ。 iMac ってこのベゼルめっちゃ太いんですよね。今すごいベゼルの細いね、あのパソコンどんどん増えてるんですけども、いまだにめちゃくちゃ太いんですよ。これ削れば確かにかなりの表示領域のアップにつながるなと、僕はですね27インチ購入した時に思った以上にでかくてですね、まあそれはそれで嬉しかったんですけど、あの環境を作るのにめちゃくちゃ苦労したんですよね。まあそんなに大きなデスク使ってなかったですし、まあアクセサリーとか周辺機器なんかもね、もうつけるといっぱいいっぱいになるわけですよ。ですからちょっと奥行きのあるね大きな机を購入したりだとか、結局それに合わせてですね椅子も購入したりとか、 iMac 以外ですね、その環境を整えるために出費がかなりかさみました。その時にですね、あ失敗したな、ちょっと 21.5 インチにした方が良かったかなって思ったことは正直あります。まあ大きなデスクとか広い作業環境をもともと持ってる人だったらいいと思うんですけども、まあ僕みたいに狭い環境で作業されてた方も少なからずねいらっしゃると思いますから、まあ、そういった方にはこの23インチサイズかなりねマッチするかもしれませんね。特に女性の部屋に 21.5 インチとか23インチサイズのあの Mac があったら結構ねキュンとくるんですよ。なんか27インチってもうガチじゃないですか。でこんなでかいデスクとかも揃えてたら、なんやねんこいつガチやんみたいになるじゃないですか。でも21インチサイズってそんなになんていうの圧迫感もないし、インテリアとしても最高なんですよね。そんなにね主張が強くないと言いますか、まあおしゃれなテーブルとかにねちょこんと乗ってると、あすごいインテリアとしてめっちゃ映えてるやんっていう感じでね、なんかおしゃれ感がすごいねにじみ出てくるんですけど、ですからあの27インチじゃなくて小さい iMac がねちょこんと鎮座してるあの絵がね僕めっちゃ好きやったりするんですよね。まあ今年の後半はですね、こういった廉価版モデル、あ廉価版って言っても iPad Air 廉価版じゃないっすよね、十分高いっすもんね。まあ、iMac も 21.5 インチとかだったらまあまあ27インチに比べてそれは安いんですけどね、まあ、10万ちょっとで買えるって考えたら、まあ、Mac の中では比較的ね、あのお安いモデルなんですけども、まあ、こういった比較的手を出しやすいモデルのアップデートが、たくさん行われると言われてます。もともと iPad とか Mac に関しては Apple が開発してたのミニ LED 搭載のねモデルが今年の後半に登場すると、まあ、噂されてたんですけども、どうやらこれは来年の春くて春頃に延期になるみたいですね。まあ、っていうのがですね、やっぱりあのコロスキが今世界で猛威を振るってますし、まあ、それでですね開発が思ったより進まないのと、
まあ、大量生産ができないっていう背景と、そして何より経済的な影響がすごく大きいですからね。まあ、現在は高額なフラグシップモデルはふさわしくないということで、まあ、今年の後半はこういった比較的手を出しやすいモデルのね、アップデートが目立つ形になりそうです。でもこれはまあ一般消費者からしたらちょっと嬉しいかもしれませんね。まあ、手の届かない Mac Pro みたいなのがね、バンバンリニューアルされても僕らどうしようもないですからね。そして秋にね、あの 5G 対応の iPad Pro がまあ発売されるなんていうね、リーク情報も出てましたけども、今ねこれも来年のね春頃に延期になるんじゃないかという見方が強いです。まあ、こういった厳しい状態にですね、そういった高額モデルを出すんじゃなくて、落ち着いた頃に、まあ、来年の春頃にミニ LED ディスプレイと合わせて、まあ、登場させるっていう見方も出てきてるんですよね。ですからもう6月にですね、あの WWDC で iMac Pro がね発表されるなんていう話も結構怪しくなってきましたよね。あれもめちゃくちゃ高額ですから。まあ、そういった感じでですね、今年の後半に出てくる高額な Apple 製品って案外 iPhone 12 とかだけになるかもしれません。新型のホームポッドもまあ廉価版になると言われてますし、そして同じく秋に登場すると言われて AirPods X も、まあ、これもケーブルがつながったタイプになって、別にフラグシップモデルっていう感じじゃないんですよ。おそらく値段も今の AirPods シリーズと大きく変わってこないと思いますので、まあまあ、そういったねフラグシップ以外のモデルがどんどんリニューアルされてくるかもしれません。なんか冬にはね第2波が来て、それが今よりね感染が拡大するなんていう話も出てきてますから、インフルエンザとのダブルパンチになると言われてますし、まあ、そういった状況を考えるとですね、安易にそのフラグシップみたいな高額モデルはアップルもどんどん出せなくなってるんじゃないかなと思います。今後の状況の変化にも注意が必要です。というわけでですね、 iPad の11インチ、そして iMac の23インチが登場するという話でしたが、いかがでしたでしょうか。まあ、Air もですね、プロと比べると価格は落ち着いております。そして魅力的なモデルになってます。この Air 11インチ発売されたら皆さん買いますか買いませんか、またコメント欄でぜひご意見教えてください。参考になりましたら高評価チャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次回の動画にも遊びに来てください。バイバイ。